まず東京には一応その自分のまあカンパニーのダンサーオルガンワークスっていうダンサーがいて、でもう毎週顔を合わせてると。それは新作がなくても顔を合わせててっていうのは、やっぱりその各自の能力も知ってるし、僕の言いたいこと伝えたいことっていうのを汲み取る速度もめちゃくちゃ速いと。でそれに対してやっぱりその地方だとか北海道の方っていうのは、まあ、そこまで知らない、まあ、千夏はよくメンバーの中に混じって練習してるんで、まあ、よく知ってるんだけどっていう違いはある。でただ良し悪しで、いいところはやっぱりお互い分かりきってるっていうところが時にマンネリを生むこともあるし、まあ逆に知らないからこそ出るアイデアっていうのも、まあ、いくつも今日の時点で出てきたりしてるので、それはなんかあんまり違いはあれど、うん、良し悪しはまあ全然違うなっていう、うん、そういうのはないなっていう感じでやってます。でもダンサーかも。やっぱりダンサー見て生まれるアイデアがやっぱり大半かな。今日も純平がこうやってやるのとか、多分アイデアだけ持ってきて爪ちゃんでもできるけど、やっぱり多分純平のこの雰囲気とか見ちゃうと多分純平だし、逆に爪ちゃんがこうただただこうやってやってる空っぽさってやっぱり爪ちゃんだなと思うから、そこにフィットしてるのって、やっぱダンサーからインスピレーションが生まれて、そのインスピレーションで作ったキャラがどんどん話を作っていくんだと思うんだよね。だからそのためになんかアイディアはすごい東京とか、まあ、違う土地でガンガン貯めて持ってくるんだけど、結局それがどこに行くかっていうのは今度やっぱこっちの、うん、ダンサーたちのあれに委ねられてるかなと。インスピレーションとかっていう、うん、求めてるものは、結局ね、なんかその舞台に立つっていうことの面白さっていうのをもっと知ってもらいたいし、難しさも知ってもらいたいし、あとそういう意味で意識を高く持ってもらいたいっていうか、多分出た後に分かるだよね。で、すごい短い2週間だけど8時間ぐらいとか6時間ぐらい1日やってリハーサルしていくと、こういうものができて、んで割と力を結集するじゃん。俺も東京からがっつり来る、照明の人もいる、で同い年ぐらいで話し合いもする、で今日もミスター来たけどっていう、その一気にガッてやるっていうのがどれだけ面白くて、でどういう意識で立たなきゃダメでとか、なんかまあそういう意識で仕事してる人もいると思うけど、なんかもっともっとプロっぽくていいっていうか、それは結果としてプロかアマかっていうのはまあ置いといて、意識はプロっぽい方がいいだろうし、そういう風にして得ていかないと多分うまくはならないから、だからその意識の高さ、うん、自分のなんか持ってるカードだけで会話するんじゃなくて、新しいものを手に入れようとする姿勢とか、それで、まあ、そういうのって怖いんだけど、でもそれで何か生み出そうとして作っていくっていうのを、まあ、持ち寄って何かこうできたらなっていうのがあるし、それを要求したいなと思う、うん。